こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくり魔理沙だぜ。戦国時代の革命児、織田信長が本能寺の変で自害したことは有名だが、その後の織田家がどうなったか知っているか？そういえば長男信忠は信長と共に亡くなっているから、秀吉はじめ信長の家臣たちが後継ぎを決める清洲会議で揉めていたような。そうこうしてるうちに秀吉の天下になっちゃったよね。実は信長には次男に信勝がいたが、織田家を引き継ぐ立場にありながら、その清洲会議で後継者として推されていない。なんで？それは周囲から凡庸だと思われていたからだ。だが、凡庸だったからこそ、信勝の子孫は幕末まで大名としての地位を守ることができたとも言われている。それは褒めてるの？けなしてるの？今回は、陰謀渦巻く豊臣徳川政権の時代を乗り越え、なぜ織田信勝は生き残ることができたのか。また、織田家の血を受け継いだ子孫たちのその後にも迫るぜ。それではゆっくりしていってねー。織田信勝の波乱の人生。織田信勝は、安土桃山時代から江戸時代初期にかけて生きた人物だぜ。ずっと信夫って読むのかと思ってたよ。実際、この読みには信勝と信夫、または信夫など複数の説がある。そうだったの？しかし、信勝から勝の変記を与えられた家臣は、いずれも勝と呼ばれていたため、信勝が一般的な呼び名とされているんだ。なるほどね。さて、信勝の父といえば言わずと知れたあの、織田信長だな。そして母は信長の側室で、尾張生駒氏の狐と言われている。幼名は、茶仙だ。茶仙？信長はこの頃お茶ブームだったのかな？なんでそんな変な名前なの？茶仙なんかまだいい方だ。長男の信忠なんか奇妙だぜ。信長の赤ん坊につけるネーミングセンスのひどさは有名で、それ以降の子供たちはどんどん適当になっていく。かわいそうに。茶仙くんはどんな幼少期を過ごしたのかな？実は信勝は幼少期に、信長の伊勢の国攻略のため、国司の伊勢北畑家へ養子に出されていたぜ。国司？中央から派遣された行政官だ。伊勢の国は鎌倉時代から続く名門で、後に信勝はその国で北畑第十代当主を継いでいる。伊勢の国の偉い人だったんだ。伊勢で元服した時は北畑友豊、家督を継ぐと北畑信興と名乗るぜ。信勝は北畑姓も名乗っているんだね。しかし、天正4年には、北畑一族をおもてなしすると偽って招待したところを襲い、一族を謀殺している。乗っ取り？もしかしてそれは信長のイレジエ？その後は兄、織田信忠の下で、石山本願寺攻めや、播磨の国にも従軍しているぜ。兄弟でお父さんを支えていたんだね。しかし、信勝はある戦で失敗を犯す。この失敗がその後の信勝の運命を変えたのかもしれないぜ。一体どんな失敗をしたの？それは信長が亡くなる3年前の天正7年のことだ。当時、伊勝の国南部を支配していた信勝は、父に無断で隣国、伊賀へ攻め込んで、重臣や多くの損失を出すほどの大敗をしてしまうんだ。あらら、お父さんに無断はまずかったね。激怒した信長は、激しい折檻状を突きつける。その内容をわかりやすく言い換えると、こんな感じだ。今回の伊賀への出陣は突拍子もないありえない振る舞いだ。遠い上方へ出陣すると、家臣ら武士や民百姓が難儀するから、近くの伊賀で合戦すれば、遠くまで出陣しなくて済むと思ったのか？若気の至りで、誠に無念の極みだ。お前が上方へ出陣するのは、父や兄のためであり、そして、何よりお前の将来のためなんだぞ。勝手に伊賀へ兵を出した上、重臣らを討ち死にさせたのは、言語道断のけしからんことだ。そんなことでは、もうお前とは親子の縁を切らざるを得なくなる。使者から直接申し聞かせるから、よく肝に銘じておけ。さすが信長。親子であろうと容赦ないね。この時の折檻状が、信勝の低評価を決定づけたのではないかと言われているぜ。でも、誰でも過ちはあるでしょ。しかし、信勝はもともと資料が浅く、軽率な面があったようだ。伊勢の国の出来事をまとめた青州武器には、伊勢にあった立派な杉の木を、信勝の家臣が誤って切ってしまったが、その家臣を信勝は許さず、追っ手を差し向けてまでして殺したという話が書かれている。木を切っただけで殺しちゃうの？人の命と木とどちらが大切だと思っているんだろう。元からこのように短期で周囲からの評価が低かったが、その評価を決定づけたのが信長からの折檻状だった。その後起こる本能寺の変で、父信長と兄信忠が亡くなると、信勝は本来なら織田家の当主となり、父の天下統一事業を引き継ぐ立場であったにもかかわらず、家臣らから重要視されない。実際はどうだったんだっけ？織田家の後継者には、豊臣秀吉は若干3歳の幼児に過ぎない信忠の嫡男三法師を推し、
織田家の重鎮、柴田勝家は治癒を兼ね備えた三男信孝を推しているぜ。信勝を推す重臣は誰もいなかったの？結果、豊臣秀吉の策略によって、織田家当主を決める清洲会議では、あっけなく三法師に決まってしまう。信勝がもう少し忍耐強くて思慮深ければ、きっと勝手に伊賀攻めもしなかっただろうし、負けて信長に怒られることもなかっただろうし、織田家を継いでいたかもしれないね。まあ、策略に長けた秀吉がいるので、この時に告げたかは怪しいが、少なくとも織田家重鎮の誰かは後継者に推してくれたかもな。しかし、誰もいなかったところを見ると、信勝がこの時、凡庸で当主に推すに足らない人物と思われたと言えそうだ。なるほどね。三法師が織田家の当主に決まった後、秀吉と対立した三男信孝が三法師を手元から離さなかったので、秀吉によって代わりに信勝が織田家の当主に祭り上げられたぜ。え？結局秀吉は信勝を当主にしたの？しかし表面上だな。信勝は一時的には満足したことだろう。翌年には清洲会議の決定を一方的に覆した秀吉に対し、信孝と柴田勝家は兵を挙げ、賤ヶ岳の戦いが起きている。この時信勝は家臣である秀吉に味方しているぜ。信勝にとっては弟を相手に戦うことになるんだね。結果は信孝と勝家が敗れ、共に自害している。これで、信勝の天下となったんだ。しかし、秀吉はやがて巨大な大阪城を作り、主君であるはずの信勝を差し置いて、天下人として振る舞うようになるぜ。やっぱり信勝のことを舐めているんだ。ないがしろにされたと感じた信勝は、秀吉に内通したとして家老三人を殺害し、徳川家康と結んで秀吉に戦いを挑むことになる。秀吉と家康の戦い？あ、小牧長久手の戦いだね。信勝が関係してたんだ。この戦いでは家康軍と秀吉軍の衝突しか目立った戦いがないためか、信勝の存在を忘れられがちだな。元を正すと、ことの発端は主君を無視して好き勝手する秀吉に怒った信勝が、家康に手伝ってもらった戦いだったんだね。この戦いは一説には、秀吉が挑発して、信勝を挙兵させたのだとも言われているぜ。あわよくば、信勝を叩いてしまおうって魂胆だったかもね。こうして天正12年、信勝家康連合軍は終わりの小牧山に陣取り、秀吉は楽田に陣を据えた。総兵力は徳川織田連合軍2万に対し、秀吉方は諸軍合わせて10万だったと推定されているぜ。信勝勝ち目ないんじゃない？両軍は数ヶ月間、対峙を続けたが、長久手の戦いでは、徳川軍が秀吉軍を撃破するぜ。さすが家康。しかし、この間、信勝の領地は、秀吉の別動隊による侵略が進んでいき、なんと、信勝は家康に相談なく、秀吉と単独講和を結んでしまう。家康は勝ってたのに、手助けしてくれた家康に何の相談もしないで講和してしまうだなんて、やっぱり信勝は世間知らずなのかな？秀吉が、さらに信勝の紀伊の領地に軍勢を送って、制圧してしまい、ますます圧迫を加えていて切羽詰まっていた上、寛大な講和条件を出したというぜ。一説には、秀吉が自ら信勝に会いに行き、手を握って涙を流し、その不義を浴びたという伝承もある。秀吉が人たらしと呼ばれるゆえんだね。信勝はそんな秀吉に騙されて許してしまったんだ。置いてけぼりを食った家康からすれば、迷惑な話だな。信勝が勝手に講和してしまったので、大義名分を失った家康は仕方なく、次男の秀康を秀吉に差し出して兵を引いたぜ。小牧長久手の戦いの翌年の天正13年、秀吉は、紀伊と四国を平定し、関白に就任したぜ。関白ってそんなに偉いの？関白は成人している天皇を補佐する官職、公家の最高位でもある。秀吉はついに、朝廷の権威を利用して政権を樹立したことになるんだ。信長ですら得ていない官職に就いたことになるんだね。でも、信長がいろいろ頑張って、天下統一まであと一歩という下地を作ったからこそ、秀吉はそんな偉い地位になることができたんじゃないの？息子の信勝にしてみれば面白くないことだよね。しかし、この年、信勝は秀吉の招きで上洛し、大阪城を訪ねて茶を置きそうになり、秀吉から朝廷に推挙してもらって、称賛未言大納言に叙任されたぜ。秀吉のおかげで地位をもらったの？そりゃありがたいし、秀吉には何も言えないか。しかし当の秀吉は、半月後に信勝より上の昇任内大臣に昇進している。秀吉との立場は完全に逆転したわけだ。信勝はまるで家臣のような地位に落ちたぜ。信勝、また秀吉に挙げられて落とされる。その後、秀吉は家康までをも心中させ、九州を平定し、天正18年、最後の仕上げとして20万の大軍で関東の小田原北条氏を包囲した。小田原攻めだね。
秀吉にとって、北条氏を平定さえすれば、東北の諸将も一斉に豊臣方になびき、秀吉が天下を統一するのは確実だ。でも信勝って小田原攻めに参戦してたっけ？信勝は小田原ではなく、1万5千を連れて、韮山城を攻めているぜ。人知れず秀吉の家臣として戦ってたんだね。同年7月13日、北条氏を平定した秀吉は、開城させた小田原城において、諸大名を招いて論功交渉を行ったぜ。じゃあ信勝も領地もらえたのかな？韮山城攻撃の功績で家康の給料を与えられている。尾張と北伊勢五郡の大名から、新しい三河、遠江、駿河、甲斐、信濃という、主に東海から信州にかけてを有する5カ国の大大名になることが決まったんだ。へえ、それは大出世だったね。ところが、ここで信勝は人生を一変させるようなミスを犯してしまう。今度はどうしたの？信勝は、秀吉の家像に対し考えた末、私は父信長が残してくれた今の領地で満足しているので、このままで結構だ、と辞退したんだ。ああ、もったいない。どうやら、長い間織田家の領地であった尾張や、自分が育った伊勢から離れたくなかったらしい。おそらく信勝は、家像を辞退しただけなので、特に問題ないと判断したのだろう。むしろ信勝に5カ国も与えなくて済むのだから、秀吉は喜んだんじゃない？信勝もそう考えたに違いない。だが、そんな軽い気持ちでの返答が、秀吉の逆鱗に触れた。え？なんで？おそらく誰もがそう思ったことだろう。尾瀬保安の太閤記には、ここに人脚なることあり、信長公次南北畑中将信勝京叔母、秋田御留せられに蹴り、と書かれている。人脚なること？これは、家像による天保を辞退したことを指す。要するに信勝は、海域、すなわち全ての領地を没収され、秋田に入る処分になったんだ。ええー？なんで？韮山城攻撃の功績は？まさか信勝自身も、こんな厳罰が待っていようとは、夢にも思わなかったろうな。それは、他の大名や同時代の人々も同じ気持ちだったようだ。この時代に日本へ来日しているルイス・フロイスは、この件に関して、その著書に本誌で次のようなことを記しているぜ。かつて関白は信長の家臣であり、その人物は他ならぬ信長の息子であった。彼の領国の国柄並びに高貴さ、また信長の司令官や武将たちの大部分が参集して、その側近者が豪華であったことなどを鑑みて、この出来事は日本中に異様のない恐怖と驚愕を与えた。日本における最も強大で高貴な武将の一人であったにもかかわらず、関白はただ一人、小物と称されている若者しか使えることを許さぬことにしたので、万人に驚愕の念を生ぜしめずには置かれなかった。信長時代の重臣らがみんな見ている前で、その息子が公開処刑扱いされたんだ。ひえー、しかも、一切家臣を従うことを許さず、その共には身の回りの世話をするような若い従者を一人しかつけないという。天下人秀吉の機嫌を損ねたら、それがたとえかつての主君の親族であろうと、お構いなしに全てを取り上げられるということだ。おそらく、この時、諸大名らは、自分らを生かすも殺すも秀吉の胸の内一つで決まるということを、改めて実感することになっただろう。ちなみに、秀吉が信勝を配慮したのは、天保を断った他に、信勝が京都に壮麗な屋敷を作って天皇に行幸してもらおうとしたことも、気に障ったのだと言われているぜ。秀吉は信勝のことを、将来ライバルになりかねないと思ったんだ。それにしても、信勝にとっては青天の霹靂だったろうな。なお、信勝はすぐに秋田へ送られたわけではなく、最初に栃木県の下野から須山に流され、翌年、秋田へ身柄を移されたらしい。その後、さらに愛媛の伊予に移っている。この間、信勝は失脚して、上神と名乗っているぜ。信勝もかわいそうだね。身も心もズタズタにされて、もう立ち直れないだろうね。そうだな。もし、信勝にプライドがあるなら、そのまま一生を終えたことだろう。もし、なんと信勝は、その後に起きた朝鮮出兵の際、肥前の名古屋城に来ていた秀吉の元に出向き、許しを請うんだ。あれれ？プライドとかないわけ？やっぱちょっとずれてるんだね。家康の進言だったとか、秀吉から招かれたなど諸説あるが、情けないことに、これを機に信勝は、秀吉のおとぎ衆に取り立てられることになった。おとぎ衆？主君の側近に辞して、自分の見聞や知識などを披露する役目だ。要はお話し相手だな。秀吉のお話し相手？秀吉は、かつて父の臣下にあった男だぜ。しかも、自分の先祖が守った領地を取り上げた上に、辺境の地に追いやったような奴だ。そんな人間の話し相手として使えるなんて、信勝には自尊心というものがなかったのだろうか。
信長とはある意味、真逆の非常識さを持っていたようだね。ともあれ、信勝は大和の国内に1万7千石を賜り、大名に復帰することができた。それだけでなく、信勝の息子秀勝も、越前の国小野に4万5千石を与えられたぜ。言ってみるもんだね。結果的に大名に復帰できたんだ。ただ、その後も信勝の人生が落ち着いたわけではない。慶長5年、豊臣家が分裂して、関ヶ原合戦が起こったぜ。秀吉には振り回されたし、小牧長久手の戦いでお世話になってるから、信勝は家康の東軍に味方したんじゃないの？それがそうではなかったんだ。どうやら石田三成に西軍の総大将にならないかと言い寄られたらしい。その報酬は尾張一国と黄金一千枚だという。権力欲は一挙前にあるんだから。信勝はこの時には小児内大臣の地位を有し、主君秀頼の母淀殿とはいとこ関係だったから、三成にしてみれば、そんな信勝を引き入れることで、西軍の勢力を増やそうとしたのだろう。なるほどね。信勝も、次こそ自分が天下人になれるかもしれないから飛びついたんじゃないの？ところが、信勝がぐずぐずしているうちに、どちらにも加担することなく、天下分け目の合戦はわずか1日で、家康の圧勝に終わってしまった。何？参加もしてないの？一説によれば、黄金千枚という約束が、届いたのが銀千枚だったため、三成の誠実さを疑って動かなかったというぜ。変なところが慎重なんだよな。なお、信勝の息子秀勝は西軍に身を投じたため、戦後、領地を没収されてしまったが、ぐずぐずしていた信勝は、初めこそ改易となったものの、後に許され結局何のお咎めもなかった。運が良いのか何なのか。ツッコミどころ満載すぎて逆に面白い人だね。その後、信勝は大阪の天満屋敷に住むようになり、大阪城の豊臣秀頼のご意見番のような立場となり、豊臣家で重んじられたぜ。結局豊臣家のお世話になってるし、しかし、慶長19年、豊臣氏と徳川氏の関係が決裂すると、豊臣方の人間より信勝を大阪方の総大将に担ごうとする動きがあった。しかし、信勝は大阪から逃げ出し、幕府の京都諸士大の保護を受け、佐賀へこもってしまったぜ。え？どうした？念願の天下人になるかもしれないのに逃げたの？しかし、この後の大阪城の結末を知っている我々から見ると、もはや動物的な野生の勘でも持っているとしか思えない行動だな。まるで大災害の前にネズミが逃げるみたいだね。とにかく家康はこの信勝の決断を喜び、使者を派遣して信勝を称え、大阪城を攻撃するため立ち寄った京都の二条城で、久しぶりに信勝と会見している。天下の家康から褒められるだなんて、信勝ってやっぱり何か持ってるのかな？翌年の元和元年、豊臣家は滅亡するわけだが、信勝は大和の国宇田郡、神津家の国神楽郡など5万石を与えられたぜ。すでに長男の秀勝は5年前に死んでしまっていたので、信勝は四男の信義に2万石を分け与え、自分はそのまま京都にいて悠々自適の生活を送った。へえ、なんだかんだ良い身分に落ち着いたんだ。その後は、家康も死に、将軍は秀忠を経て家光になる。寛永5年には将軍家光が催した江戸城の茶会に参列しているぜ。それから2年後、信勝は京都の北野において73歳の生涯を閉じた。凡庸だったからこそ最後まで生き延びることができた。信勝の死後の領地はどうなったの？四男信義の系統は神津家小畑藩として、五男高長の系統は宇田松山藩として引き継がれている。信長の息子ってたくさんいたけど、他にも存続した家系はあるの？実は幕末まで大名としての地位を守ったのは、この信勝の家柄だけなんだぜ。へえ、それは大したものだね。なんか、こうして信勝の人生を追っていくと、お父さんの信長には怒られて折檻状を叩きつけられるわ。臣下だった秀吉からないがしろにされながらも持ち上げられたり、落とされたり、また怒られて人生を振り回されるのに、平気で許しを請いに行くわ、決断力に欠けるわ。でも最後に天下人となる家康とは、良い関係が保てたおかげで、悪くない人生を送ることができた。運が悪いような、良いような何とも言えない人物だよね。秀吉から色々振り回され、愚鈍な姿を晒している信勝は、家康から危険人物とみなされなかったことが幸いしたようだ。なるほどね。だから大名として存続できたわけだ。また、信長の三男織田信孝のように有能であったら、間違いなく信勝は天下人たちに生かされていなかっただろう。凡庸であったことが、皮肉にも血族を保つことができた最大の要因となったようだな。存続した末裔。
ここまでの部活以外の信長の子供たちのその後を整理すると、長男信忠は父と同じく本能寺の変の時に二条城にて自害、三男信忠は柴田勝家と賤ヶ岳の戦いで自害している。とすると、信長の後を継げる子供で生き残ったのは信勝だけなんだね。ただ、長男信忠の嫡男であった三法師はその後秀信と名乗り、成人しているぜ。三法師は生きてたんだ。関ヶ原の時には西軍に組みして、関ヶ原の前哨戦を転戦し、ついに岐阜城にて籠城戦となるが、福島正則や池田輝政らに攻められて落城する。信勝より勇ましく戦ってるじゃん。関ヶ原の後は領地を没収され、失家して高野山に追放となった。しかし、祖父である信長がかつて奇襲征伐の際に高野山を攻めていたことから、高野山すら追われてしまう。その後は自害したと伝わっているぜ。去年26歳だ。子供の頃から波乱に満ちた人生だったね。一方、信長の息子の中で唯一生き残った信勝は、大和の国宇田と神津家の国官ら、タコ、薄い軍に5万石を与えられたぜ。その後、信勝の子孫はどうなっているの？信勝の長男の秀勝は、文禄元年に、秀吉から越前大野に5万石を与えられていたが、関ヶ原合戦で西軍に属していたため改易されていたな。慶長15年8月8日に亡くなり、子がなかったため断絶している。お父さんの信勝より先に死んじゃったんだよね。四男信義の家系は、元和3年以降に父から神津家官ら軍に2万石を分与され、ここから小畑藩が始まる。最後の藩主信国は、明和3年の明和事件により失脚したが、信国自身は天明3年7月8日に亡くなり、絶家となっている。江戸の中期以降も続いたんだ。そして最も長く続いたのが信勝の五男高長の一族だ。父信勝の改易後に細川家、前田家に身を寄せていたが、寛永7年に信勝が亡くなると、大和田松山三万石を継承したぜ。藩主信康は、後ほども紹介するが、断絶した織田親戚の代わりに転封し、丹波の国貝原藩主となる。最後の藩主信親は、早い段階から新政府軍に味方し、戦後に貝原藩知事に就任しているぜ。凡庸だと言われた信勝の子孫が、幕末まで藩主として存続しただなんて、歴史ってわからないものだね。ちなみに信勝の六男信為は寛文6年に没し、七男義勝は元和2年10月25日に没、その生涯は定かではない。さて、信長の兄弟にあたる一族にも、実はその血筋を流れた家系があるぜ。その一人が織田裏久斎として有名な織田長政だ。裏久斎？知らないけど、東京の千代田区に有楽町という地名があるだろう。この地は、かつて裏久斎の屋敷があったことから名付けられているんだぜ。そんな有名な地名の由来になった人だったんだ。裏久斎は、信長の弟で、天文16年に誕生したぜ。信長の死後、裏久斎は豊臣秀吉に仕え、おとぎ衆になっている。信勝の他にも、秀吉のおとぎ衆がいたんだ。しかし、慶長5年の関ヶ原合戦では家康の東軍に属し、徳川家康から大和の国内に3万石を与えられているぜ。ここにも、うまく立ち振る舞った人がいた。裏久斎が亡くなったのは、元和7年12月13日だ。裏久斎の長男長高は関ヶ原合戦で活躍し、軍功を認められて野村藩主となっているが、父、裏久斎より早い慶長11年に亡くなると、この長典が後を継ぐ。しかし、長典が寛永8年7月4日に病没すると、子がなかったので改易となった。裏久斎の長男の家系は、ここで途絶えるんだね。裏久斎の次男頼長は、大阪の陣で豊臣方に組みしたが、戦中に大阪城を退去。処罰は免れたが、大名になることはなく、元和6年9月20日に亡くなった。子に長吉がいたが、慶安4年に35歳で亡くなり、正室も子供もいなかったため、絶家となっている。裏久斎の三男と品川失家して僧侶となり、後に現続しているが、寛永19年には没し、子供もいたがその生涯は不明だ。なかなか長く続かないね。裏久斎の家系で長く続いたのは、四男長政の家系で、元和元年8月に父から大和摂津の国内に1万石を分与され、これが柴村藩の始まりとなっている。以降、柴村藩は幕末まで続き、最後の藩主長安は明治2年に柴村藩知事となったぜ。戊辰戦争に際しては、幕府軍、新政府軍のいずれに組みするのか、態度を鮮明にしなかったという。なんかうやむやにして戦乱をやり過ごすのは悪いことじゃないように思えてきたよ。そしてもう一人、裏久斎の五男直長は、元和元年8月に父から大和の国内に1万石を分与されたが、これが柳本藩の始まりとなっている。
柳本藩も幕末維新期まで続き、最後の藩主信広は新政府側に組みし、柳本藩知事になっているぜ。信長の弟ではもう一人、信兼の流れがある。信兼は、兄の信長に従って各地を転戦し、信長の死後は、豊臣秀吉に仕え、伊勢に所領を与えられているぜ。しかし、後に秀吉から改易され御伽衆になり、慶長3年に丹波柏原に36,000石を与えられた。これが貝原藩の始まりだぜ。意外と秀吉の御伽衆になると良いことあるのかしら。なお、信兼流は最後の信勝が、子供がいないまま慶安3年5月17日に死去し、断絶となってしまう。先にも触れたが、それを信勝の五男高長慶の信康が転封され貝原藩主となるぜ。織田家と浅井家の子孫からも織田家の血は残る。さて、織田信長には妹のお市がいるが、浅井長政と結婚したのは有名だな。浅井三姉妹とも呼ばれる娘たちがいるよね。それぞれ茶、初、郷という名前だぜ。その中でも郷の残した子供たちから始まる家系のうち、いくつかが現代にも続いているんだぜ。え？今も続いているの？浅井三姉妹の末娘、お坊は徳川家二代将軍の秀忠に嫁いだぜ。その子供が家光だ。お坊と春日局の話は有名だね。そして家光の子、つまりお坊の孫は四代将軍家綱、五代将軍綱吉が将軍を継いでいるぜ。さらにひ孫が六代将軍家信、そして七代将軍家継となる。へえ、綱吉は犬久坊としても有名だけど、それ以外はちょっと覚えてないや。七代目の家継に至っては若干6歳で死没してしまう。あれ？ということは家光系のお坊の子孫は、ここで耐えたということになるんだ。しかし、お坊の次女で将軍家光の姉にあたる玉姫は、加賀の前田家に嫁いでいて、その後、前田家は養子縁組をすることなく現在まで家系が続いているんだぜ。ということは、お坊の血は今も受け継がれているということなんだ。ところで、お坊は秀忠と結婚する前にすでに二度結婚している。将軍の秀忠とは再婚だったの？初めの結婚は織田家家臣の佐治和成で、こちらはすぐに離縁しているようだ。そして二番目に嫁いだのが、秀吉の甥で養子となった豊臣秀勝だ。なんと、豊臣家に嫁いでたの。秀勝とお坊の間には娘貞子が生まれているが、公家の九条忠秀に嫁ぎ、四男三女に恵まれたぜ。お坊の娘は公家に嫁いだんだ。貞子の次男九条道房の家系が、実は大正天皇の妻となった帝名皇后に続いている。つまり、お坊の血統はその後の昭和天皇、明人上皇、金城天皇、さらに言えば私たちが知る親王、内親王にも繋がっているということ？そういうことになる。父親から浅井家の血を、母親から織田家の血を引くお坊の家系は、なんと現在の皇室に流れているんだぜ。すげえ。というわけで、今回の動画は以上だぜ。織田信長次男信勝の生涯を中心に、織田家のその後を追ってみたぜ。信勝って、織田家当主を決める清洲会議に登場していないのに、実はその後ちゃっかり織田家を継いでいたとか、小牧長久手の戦いを起こした張本人だったとか、歴史の表舞台にいるのに全然気がつかなかったよ。関ヶ原はぐずぐずしていたせいで罰を免れているし、大阪城は落城する前に逃げ出していたり、なんか後半のラッキーぶりはどこか神がかってすら見えるね。しかも、信長の子にして旧臣秀吉の酔いようにされているのに、平気で取り入ったり、家康までも振り回しておいて、最終的には大名の地位まで得ている。少し理解に苦しむ特殊な能力を持った人物だったのかもしれない。何はともあれ、戦国の三英傑を相手に、一番振り回されたのが信勝だったのかもしれないけどね。この動画が面白いと思ったら、チャンネル登録とグッドボタンをポチッとしてくれると嬉しいぜ。よろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。